米俳優、ジョニー・デップ、55、が、元妻で、米女優のアンバー・ハード、32、の DV に関する証言を、新たな嘘として一蹴したと報じられている。デップはハードに対し、5000万ドル、約55億円の損害賠償を求める名誉、毀損訴訟を起こしたが、今度はハードが、デップの訴訟に反論。DV の証拠となる破壊された部屋の写真とともに、薬物やアルコールに酔ったデップに暴力を振るわれたと証言した。米ピープル紙電子版によると、ハードは裁判所に提出した書類の中で、デップに何度も殴られ、髪の毛を引っ張られ、首を絞められたとした上で、彼は完全に別人になった。しばしば妄想的で、暴力的だった。そういう時のジョニーを、モンスターと呼んでいたと証言。しかし、同サイトによると、デップ側もハードの証言を、でっち上げとして、全面否定したという。デップの弁護士は、ハードが2009年、当時の恋人に暴力を振るい、逮捕された事件を指摘するとともに、同サイトに、DV による逮捕歴のある女性による訴えは彼女の新たな嘘を示しているとコメントした。一方、デップによる数々の DV について詳細に証言したハードは交際1年目で気づいたことだが、ジョニーは酒や薬物を乱用していて暴力行為について覚えていないことが多かったとしている。